よく狙ってください。どこを狙うかが、どうします？うまく狙えましたか？どうで動きます。おめでとうございます。また遊んでくださいね。
おい。高島かいや。高島。え、寺田。いや、東条会五代目とは兄弟分でした。そうや。この弾丸、大陸からの密輸銃でしか使用できへんタイプの特殊なもんや。今関西でこのルートから武器を調達しとるんは近江高島会しかない。高島が他に流してるという線はないな。あの高島っちゅうやっちゃそないな危ない橋は渡らんのや。他に流して足つくような真似はせん。密輸はあくまで安うてええ武器を手に入れる手段でしかないんや。だがどうしてそこまで分かっていて警察は動かないんだ。さあな、そらわしにも分からん。だが、だが、おっと、あかんあかん、これ以上は言えまへんわ。わしが話せんのはここまでや。なぜ高島が